さまざまな刺身が味わえる定食に、本マグロの丼、桜エビのかき揚げも、うまい、素晴らしいです。ここは下諏訪町の専業卸丸松水産。今月22日から丸松市場食堂と銘打ちランチ営業をしています。社長の松浦志保さんが魚のうまさをもっと広めたいと始めました。魚によって寝かした方がより美味しくなるものっていうのもあるので、それぞれの魚にの食べ頃とかで一番美味しくいただけるタイミングって、なるべく出せたらなというふうに思ってます。卸業者のランチ営業、挑戦の背景にあるのは社長の思いだけではありません。松浦さんは静岡の出身で、地元の市場で仲卸をしてきましたが、信州は鮮魚の需要が高いとみて、2015年丸松水産を開業しました。現在も魚を仕入れているのは静岡の卸売市場。毎朝新鮮な魚を仕入れて県内の飲食店や旅館に届け、さらには小売りもしてきました。コロナ禍に入ると卸売先が相次いで休業し、売り上げは減少しましたが、去年から挽回しています。大きく影響したのが、信州と静岡を結ぶ中部横断自動車道の延伸です。2021年に双葉ジャンクションと新清水ジャンクションを結ぶ山梨静岡間およそ74キロが開通。中央道も利用すると諏訪静岡間の所要時間はおよそ2時間です。始めた頃なんかっていうのはもうほとんど52号線で3時間半ぐらいはかかってたんで、1時間以上の短縮にはなってるかなっていうところ。この短縮効果は大きく、これまで中南信がメインだった取引先を去年東信地方にも広げました。よいしょ、はい、ありました。こちらが瀬川ですね。こちらから取れるのは赤身と中トロ。今では東信地域の卸先はスーパーなどおよそ10カ所に増えました。最初はもともと僕も静岡の人間なんで、こちらにね、下諏訪の方には知人とか身内だったりとかっていうのはいないところで、飛び込み営業で始めさせていただいたところから、今多くのお客様にご支持いただけてここまでねやってこれてますんで、ありがたいなっていう部分と、さらにこれから先どういうふうにしたらいろんな方面で力になれるかなっていったところも考えながら、これからもやっていきたいなというふうに思います。先週の金曜、この日静岡で仕入れてきたのは朝どれの生しらすなど。生しらすね、基本足が早いから、その日のうちにもう食べてもらうっていうのが一番美味しいです。最高の
中トロ、8万プリ、大船サーモン、甘いのを作ったり、中部横断道の時短効果も生かした次の一手、それがランチ営業でした。やっぱり、ね、よく聞かれたりすることもあるんですね。どこに行ったらそのうちのお刺身食べれるとか、もうそうより多くの、ね、方にやっぱ知っていただくためにはこの飲食っていう部分が、まあ、すごい重要かなというふうに思いました。でこっちに着くのが10時ですとかなっちゃうと、もうとてもじゃないけどその仕込みだとか準備が間に合わないということになりますので、もうそうですね、早くなったということはものすごく大きなことですね。今月初めに飲食の営業許可を取得し、店内にはマダイやカンパチなどおよそ30匹の魚が泳ぐ大型水槽も設置、市場食堂の雰囲気を再現しました。海をね、まあ、身近で感じられるような空間といったところで食事も楽しんでいただけるような形ができればなと思って、営業は午前11時から午後2時までです。ランチの一番人気は丸松刺身定食、およそ10種類の海の幸が味わえます。今日はほとんど金目鯛の頭の魚の頭や骨を使ったあら汁は無料で食べ放題です。美味しいですね。あら汁もいいですね。家じゃなかなか無理ですからね。いや、いいね。いろんな味が楽しめるね。はい。こんだけあるとは思わなかったね。伊勢で水揚げされた本マグロは丼で。旬を迎えた静岡の桜エビはかき揚げにして提供。サクサク。朝どれの魚であったりとか、まあ、その日とれたものであったりとかで、マグロなんかももう生の本マグロもう1本で買ってきておりますので、そういったものも、ね、本当に美味しいタイミングで美味しいものを食べていただく、ここがすごいこだわってやっております。一口食べて感動していただけるような鮮魚というのを出したい。新鮮な海の幸を信州に、卸業者の挑戦を道路事情の変化が後押ししています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。